今回は毎年開催されているハロウィンイベントが今年も登場するのか、どういった限定アイテムなどが入手できるのかを解説、予想していきたいと思います。ハロウィンイベントは登場するのか？ハロウィンイベントはハイブがリリースした2028年の10月に初めて登場しました。それから毎年の10月16日頃から3週間ほど開催していて、今年開催されれば第6回目となります。今年の8月に約5年間登場していたメインハブが大幅にリニューアルされたので、リニューアル後に初めてのイベントにもなります。登場するイベントや限定アイテム。ハロウィンハブ。まず最も特徴的な変更は、ハブの外観でしょう。ハロウィン仕様の暗いテーマになった、新たなハブを見るのが楽しみです。ハロウィンハブにはイベントも開催されていて、パズルや迷路、アスレチックなどが登場し、攻略すると限定コスチュームがもらえると思います。8月に公式サイトに公開された、謎の画像に映っている、キャラクターは、ハブイベントから入手できるかもしれません。また、メインハブには2022年のハロウィンイベントとは違い、常時ハブの周りを列車が走っています。なので、ハロウィン仕様になった列車も、登場するかもしれませんし、当時はアーケードハブというものがあり、このハブもハロウィン仕様になったので、今年の9月には、スカイウォーズ専用のハブとなる、マイクロハブが登場したので、こちらもハロウィン仕様になるかもしれません。ハロウィンマップ。ハロウィン仕様になったのは、ハブだけでなく、ミニゲームのマップやロビーがハロウィン仕様になります。過去にハロウィンマップが登場したミニゲームは、トレジャーウォーズ、スカイウォーズ、マーダーミステリー、キャプチャーザフラッグ、ハイド&シーク、グラウンドウォーズ、サバイバルゲーム、などがあります。ハロウィンマップがないグラビティや、ブリッジなど、つい最近復活したスカイロイヤルに関しては、マップが全部で2つなので、もしかしたら追加されるかもしれません。ジャストビルドではハロウィンに関連した特別なお題が追加されます。ゲーム内のイベント。2022年のハロウィンイベントで攻略可能なイベントはハブだけにとどまらず、マーダーミステリーにも登場しました。それがソウル集めで、プレイヤーが死亡した周りに出現するソウルを集めるイベントです。50個集めると墓石がもらえ、100個集めるとコスチュームがもらえました。期間限定ミニゲーム。ハロウィンイベントで欠かせない存在なのが、期間限定で登場する、ゴーストインベージョンです。これはお化けをテーマにした射撃ゲームで、プレイヤーは制限時間内まで生き残るか、ゴーストの残機をゼロにするかで勝利となります。ゴーストは自爆攻撃をして、プレイヤーを巻き込み、倒されたプレイヤーはゴーストとなって復活します。このゲームは最大レベルが20まであり、レベルを上げることで以下の、様々な報酬がもらえます。ゴーストカラー。ゴーストを倒すための、光線銃のバリエーションの、ザッパー。ゴーストが爆発する時の、エフェクトとなる、ポップ。アバター。ハブタイトル。などが入手できます。レベルを20にしても、イベントが終了すると、リセットされますが、アバターとハブタイトルは、そのまま残り続けるので、限定の報酬を入手したいという人は、レベル20まで上げましょう。一見、大変かと思いますが、キャプチャーザフラッグやブロックドロップを、レベルマックスにするのと同じくらい、またはそれよりも早く、レベルが上がりやすくなっています。早くても6時間ほどやれば、マックスになると思います。ハロウィンまでにやっておくこと。ハロウィンは10月16日頃から開催される可能性が高いですが、開催と同時に撤去されるものや可能性が高いものがあります。一つ目がゴールデンキュービーハントです。これはハブに出現しているゴールデンキュービーを24匹見つけるというもので、すべて見つけると限定ハットがもらえます。このハントの終了時間はまだ発表されていないので、早めに入手しておきましょう。攻略動画はこちらから。二つ目がパーティーハットです。このパーティーハットは合計で3つあり、クエストマスターのスペシャルクエストをクリア、1時間に1度出現するハットを見つける、10月16日午前9時から10月17日午前9時までの期間にハイブに参加することで、3つのパーティーハットを入手でき、すべて入手すると、追加で4つ目となる5周年限定ハットが入手できます。この計4つのハットは、10月17日午前9時まで入手可能です。16日にハロウィンが来るのか、ハットの入手期間が終わった後に来るのかもしれません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。